レーシア在住のリリーです。今日はクアラルンプールのブキビンタンに来てます。ブキビンタンから、新しくできた PRX の方に歩いていきたいと思います。街ブラですね。ちょっとお腹空いたので先に、行きたいところあるのでそこに腹ごしらえをしに行きたいと思います。これです。食べたかったもの。ここはね、ブキビンタンの交差点にあるマックからジャランアローに向かって歩いてくるちょうどね、角ワラクヤっていうのができたんだけど、そこの向かい側にできたビーフのロティ屋さんです。チキンもあったけど、今回はビーフに頼んでみました。店内でも食べれるみたいで、ヌードル系もあったので、今度はね、店内で食べてみようかなと思います。ちょっと開けて中見せたいけど、熱々だから、かじらせてもらいます。あっ、ほっくほっく。おいしい。すごいお肉詰まって肉肉しい。中の味はそんなに濃くないけど、お肉のね、旨味が詰まってる。これすごい好きかも。あ、これ結構ね、ボリューミーだから、他にも食べたいものがあったら2人で1つとかでもちょうどいいかも。日曜日の12時半で大体マッタンは10分ちょっとでした。もう流れも早いからいいですね。ビーフロティでお腹がいい感じになったので、ちょっとパビリオンの方に向かって歩いて、美味しいドリンクがあったらなんか買おうかなと思います。あ、これもあるんだ、雪だるまの。これもいいね。これ日本にもあるお店だけど、すごい安いんですよね。そう、お買い得だから大好きなんです。何にしよう。あ、なんかチャイニーズニューイヤーのやつもある。リンギット150円くらいですね。めちゃめちゃお買い得。いただきます。おいしい。果肉が入ってる、アイスも入ってるわ。このバニラアイスみたいな、これが冷たくておいしい。いちごミルクに果肉入りみたいな。狭い通りでライオンダンスやってました。すごい。今日はこのパビリオンからこっち側、パビリオンを背にして歩いていきます。ここはね、あんまり通ってない道だから、どんなお店があったかな。あ、サンフォーバクテ行った時に通ったか。それ以来ですね。
こんな感じで、ここ歩道なんだけどね、何重にもなって止まってます。すごい勢い、日本じゃありえない光景ですね。これもこっちが道路で、ここが歩道なんだけど、すごい路中。そう、こうやってね、なんか線が出てたり、タイルがボコボコになってたり、結構足元危ないから歩くときは気をつけてください。こういうのとかね。あ、今目指してるところですね。 TRX のモールの建物と、ブキビンタンから TRX は一駅だから、しかもね、あのモノレールの一駅だから結構近めで、歩いてもそんなに距離ないです。お店もいっぱいあるから歩いてても楽しいですし、あ、涼しい。今日はね、風がすごい強いの。めっちゃ気持ちいい。この虫時代ってところ、前動画でも行きましたね。虫エビ食べたところ、ここも人気だね。今日はこっちに向かって歩いていきます。最近はね、こういう大きい観光バスもあちこちに止まってるの見る。観光客の方ですね。どこから来てんだろう。ここはね、バク停屋さんがいっぱい並んでる。このね、一番奥の三本バク停は行ったことあるけど、ここのね、真ん中のも人気なんだって。これもホテルだけど、日本じゃ考えられない構造だね。すごい、あんな高さでつながってる。自信がない国ならではですね。あそこもマレーシアのコンビニ感すごい。ベルトとリュックとさ、一緒にバナナも売ってるし、改めて見るとなんか面白いですね。ここ見てください、なんか上からね、あの螺旋階段でつながってるんだけど、一番下の階はね、途切れちゃっててもうないみたい。崩れちゃったのかな。でも上の方洗濯干してるし、人は住んでそうですね。今この辺プラプラ歩いてて、一つ思ったことがあったけど、見る限り男性しかいないです。なかなか女性が歩いてないね、ここは。お昼寝してる人もいる、とかに。優雅な日曜日ですね。多分ね、この辺一帯は外国人労働者の人とか住んでる住宅地みたいになってるのかな。ここを目指してるんだけど、街ブラだから他にもね、なんか楽しそうなお店を探しながら歩いてる。このお店がね、めちゃめちゃ Google 評価が高かったから行ってみようかなと思ったんだけど、ちょっとね、今お客さん誰もいなくて、あんまり賑わってないので、また今度にしようと思います。あまりにも今お客さんも少ない時間帯だったみたいで、もうちょっと歩いてみます。これね、もう TRX のあの建物が見えてたんだけど、少し戻って街ブラしてみます。ドリアン屋さん、ドリアンみんな買ってる。なんかツアーっぽい方たちだね、あの人が。
くね、少しパビリオン寄りの方まで戻ってきてコピティアムに入りました。ちょっと甘いのが飲みたかったのでアイスミロ頼みました。下はね、めっちゃホット。いただきます。マレーシアに来てから本当にミロを飲む機会が増えた。で、ヌードルはサラワ風なんとかヌードルって書いてあった。ちょっと名前忘れちゃったけど、この卵ちょっと上がってるね。油多めで焼いた卵とミンチ、縮れ麺だ、細い麺と野菜とチャーシューみたいなお肉が入ってる。美味しそう。いただきます。美味しいけど麺がね、ちょっとインスタントっぽい味がする。このチャーシューがね、美味しいわ。ここもいろんなお店が入ってる。ちょっとあの小さめのプチフードコートって感じ。そう、このさ、フードコート内の他のお店でもう本当に外のところでレバーをね切ってて、おばちゃんがすごいアジアを感じたというか、日本じゃなかなか見ない光景だなと思いました。あんな外でレバーをって思って、鮮度命のレバーをって思いながら、でもすごい新鮮そうで美味しそうだった、見た感じ。ごちそうさまでした。そう、今ねここ行ってきたんだけど、中はね10店舗くらい入ってそうな感じ。結構いろんなお店が入ってました。でもヌードルがやっぱ多めかなっていう印象です。で、この辺はだいたい午後2時とか3時に閉まっちゃうみたいで、今のところも3時で終わりみたいです。でもなんか可愛いところ来た。ちょっとおしゃれ。なんだろうこれ、可愛いカフェだ。素敵。なんかね、緑も多くていい感じ。これも入り口？あ、もうここのまっすぐ行ったとこが入り口だ。今日はさ、街ブラだったから、そう、この辺ね歩いてみるのが目的だったんだけど、でも実際パビリオンのところからピューンってまっすぐ歩いてきたら、もう5分10分かかんないぐらいで着きますね。こんなに近かったんだ、知らなかった。しかもめっちゃいい。何この感じ、素敵すぎる。この大きい木にさ、この建物があってさ、あー気持ちいい。マレーシアじゃないみたい、ほんと。じゃあエクスチェンジに着きました。少しだけプラプラして見ようと思います。すごいここおしゃれ。毎回さ、エクスチェンジ来たけどここ来なかったから初めて知りました。めっちゃ海外って感じします、この空間が。シェイクシャックができるみたいで、かわいい看板がある。ちょっと見てみたいと思います。で、シェイクシャックの向かい側にはプレラグみたいなちっちゃい子が遊べるような公園っぽくなってる。ちょっと見に行ってみよう。あそこなら安全だし、お買い物だけじゃ子供も飽きちゃうから
ああいうところに連れてって遊ばせるのはいいアイデアですね。はい、ということで今日はブキビンタンから、TRX まで街ぶらしてみました。まっすぐね、歩いてくればあっという間に着くんだけど、いろいろ寄り道してご飯も食べれたし、アジア感をたっぷりと感じてきました。とても楽しかったです。また他のところでも街ぶらしたいと思うので、ぜひこのエリア行ってほしいとかあればコメントで教えてください。ということで本日もご覧いただきありがとうございました。また次の動画も見てください。じゃあバイバーイ。